2018年大河、セゴドン。主演は鈴木亮平。中園美穂さんとタッグ再び。2018年の NHK 大河ドラマ、セゴドンの主演に俳優の鈴木亮平、33、が内定したことが、30日、分かった。明治維新の立役者の一人として知られる西郷隆盛を演じる。鈴木は身長1メートル86のがっちりとした体格。さらに、和製、ロバート・デ・ニーロ、と呼ばれるほどの徹底した役作りと体重コントロールで知られ、主演映画、俺物語、では、体重を30キロも増量。極太の眉毛をつけて主人公になりきった。この時の姿は、巨漢で太い眉、強い目力の西郷のイメージに近く、大河ファンの間では、主演候補に鈴木を挙げる声も上がっていた。映画、ガッチャマン、では、15キロ増量して、ミミズクの釉薬を演じ、薩摩弁を話したこともある。顔と、名前がお茶の間に浸透するきっかけになったのは、14年の NHK 連続テレビ小説、花子と、アンで包容力のある夫を演じたこと。同作の脚本を手掛けた中園美穂さんが、セゴドンも担当することが、決まっており、映画、HK 変態仮面シリーズの変態ヒーローから、TBS ドラマ、天皇の料理番での志半ばの病人まで、多彩な役どころを演じてきた鈴木の新たな一面を引き出しそうだ。原作は、作家の林真理子さんが、雑誌、本の旅人で連載中の小説、セゴドン。西郷の妻や家族らとの人間関係を中心に描き、大きな影響を受ける島津成明との出会いや篤姫との淡い恋、島流し先の奄美大島での苦労なども盛り込まれる。主演には、俳優の堤真一、52、が、一時内定していたが、その後、堤本人の意向で辞退していた。来年が西郷隆盛の没後、140年。放送の18年が、明治維新、150年にあたる。鈴木亮平、1983年、昭和58年、3月、29日。兵庫県生まれの、33歳。東京外国語大学卒業後、演技学校、アクターズクリニックに入学。06年にテレビ朝日、レガッタ、君といた永遠でデビュー。今年、8月公開のアニメ映画、ルドルフと、いっぱいあってな、では、声優に初挑戦。11年に年上の一般女性と結婚。同年、女児が誕生。1メートル86。血液が絶え。